それではコスモバルク県クイーンズサタン号で制しました安田武弘調教師にお話をお伺いします。おめでとうございます。ありがとうございます。率直なお気持ちをお伺いしたいと思います。いかがですか。まあ、コスモバルク記念っていうのはやっぱあの僕の師匠である田部先生のところにいた馬なので、やっぱりどうしても勝ちたい重賞の一つだったので、やっぱりこう、まあ、今年これがスタートだったんですけど、まあ、無事勝ててよかったですね。まあ、去年の同栄記念を勝って、まあ、チャンピオンホースという立場で臨まれたところもあったんですが、まあ、そういったいろんなお気持ちも含めて、じゃあこのレースを勝ちたいというのはかなりな思いがあったということですか。そうですね、やっぱりここがね、このサタンにとってスタートだったので、やっぱりここを取りこぼしだけはしたくないなというのがあったんですけど、あとはうまく普段から源太がね、やっぱりコンタクトを取ってくれてるので、まあ、その辺は安心しては見てられたんですけど、はい、レースも今日はね、前の4頭直線のもう半ば手前ぐらいですかね、もう差し切るような感じで、はい、ちょっと1枚違うかなというような感じに見えたんですが、先生自身どうですか。そうですね、やっぱり馬が競馬を分かってくれてるので、まあ参考なぐらいに、あ、まあもう勝てるかなとは思って見ていたんですけど、はい、今年もまあ、チャンピオンホースということで、このね、北海道競馬1年引っ張っていく、まあ、立場という形にこれで、はっきりと現れたというところになりますが、そのあたりはどうですか。そうですね、まあ、気負うこともなくね、まあ、これから確実に勝てるところは勝っていきたいなというのが、まあ、これだけの馬やらせていただいているので、まあ、それが僕たちにとっての使命かなとは思ってますので、頑張っていきます。この後のご予定というのは、この馬今何か予定はあるんですか。次赤レンガ記念には登録したので、そちらを目標に次頑張ります。ではですね、最後にご覧の皆様にメッセージをお願いしたいと思います。今日はありがとうございました。こういう状況ではあるんですけれども、北海道競馬はまだまだこれからシーズンも長く続いていきますので、応援の方よろしくお願いします。はい、安田武弘調教師でした。おめでとうございました。ありがとうございます。